やあ、さつなけいすきだよ。今回はラルムやっていくよ。多分これが最終回になるだろうね。そう、ここだよ。前回はここに入って、何もせずに入って倒したわけです。倒すにめっちゃ時間かかったけどね。まあ今回はですね、確かお墓の左下だったっけな、そこに何かがあってとか言おったよね。なんか前回クリアした時にね。だからこれかな。え、なんもない。あ、隠された部屋の鍵。え、これどこで使うんや、これどこで使うんや。とりあえずセーブするけど。そんなんある。めっちゃ吹いよる。相変わらずめっちゃ吹いよる。恐ろしいぐらい吹いよるんやけど、この子。相変わらずやな。久しぶりにこのゲームやるんやけどさ。だってこのボタンだったな、確か。自分で設定しておいて忘れとったわ。どこだったかな、どこだったかなじゃないよ。どこか知らんのや。どこかな、この育たされたなんちゃらなんちゃらのところは。大教師の部屋。なんだ、新しく気づいとったけどね。よいしょー。どこだろう。マジで開いてなかったところなんかあったかななんて思うわけです。少しずつ H。 まあここですわな、関係ないわな。S、OK。ほら、ボケ。ないぞ、ないぞ。こっちには、そういう、ないぞ。ないもんね。休憩室の下に降りる階段っていうのが、すっごいありがたいわけですよ。よっしゃ。どうしようかな。だとしたらこっち側のどっかっていう話になるんだろうななんて思いながら。よいしょ。これは相談室、開いとった。安置室。どんな、開いてないとこなんかあったっけななんて、それぐらい思うもんな。ここか？まあちょっとこまめにセーブせんかったら死ぬもんな、このゲーム。あー、こんなところ来たことない、俺。何ここ、何ここ。ここか。まずこれね、スイッチを押した後、個室2へ。まだ移動させられるん。個室2がどこだったかも忘れたんやし。で、ベッドってことは回復できるんや。1位満タンやわ。で、これはあれだろ、ツールツール。スパーク。Z じゃなかったっけ。 Z じゃなかったっけ。かっこ悪っ。じゃあ何やったっけ。やっぱりすっかりすっかり S か。 S で、それがこれで言うスイッチなんだろ。じゃあ個室に行けってことだろ。個室にが変わってるってことなんだろうな。個室にどっちやろ、こっち。ここは残機シェイツ関係ない。俺そっち入りたいんじゃない。あー、もうはめられた。あー、だめだ、おかしい。もう幽霊が後ろからこっち、なんか出てきた。最近パソコンこういう不祥事が多いんや。ガテム。こっち側であるってことを祈っとこうじゃないか。個室に行くわ。ほんと個室にどこにあったか全然覚えてないけどね。ガテム、早い。3だった。左側サイドだったっけ。だとしたらちょっとだるいぞ、これ、移動が。暗そうか。左側に何もないからね。マジか、こっち側だ。左側サイドだったわ。やばいぞ。移動まで結構時間かかるぞ。カットとかせんけどね。よいしょ。オッケー、問題なし。よいしょ。
来いや来いや来いや、おっしゃー、オッケー。こういうルームもあんま、あと今回が最後って考えたら言っとくべきだったのね、なんて。ここ開いてない、オッケー、行きましょう。あれ、じゃあどこなんだろうって思ってしまう、暇をって言っちゃった。よいしょー、あ、ここか、ここが2だったっけ、1 あ、2どこで飛ばしたんやっけ、全然覚えてないです。あーさあ、あーさあ、先回りあ、これだー、来てしまった、来てしまったー、来てしまいましたよ。この個室に何があるんだ、今は入らない方が良さそうだのとこだった。つまりあれか、ゴーストスコープですな。何か増えたとこあるの、これ特に見た感じではなかったように見えるけど、あ、あー、出て、ハメライダー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 。このゲーム逆ノックバックがあるんよねなんか攻撃したしてきた方向とは逆の方に飛ばせるけん、要するにそれだけでも完全なハメなわけよ。ゲーム的にどうかな、それ。あ、あれじゃ、ゴーストスコープつける前の話だったの。あー、もうよいしょー、入ろう。あー、これ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 逆のクバック、あかん、それはあかんなっちゃう、このゲーム。これだ、よっしゃ、逃げた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 、オッケー、よし、今度は俺がはめる番で、こら、いやー、こっちにって言ったっけんね、これなんかあるんだろうなぐらいの感じをね、助けて、ほな、だっけ前のプレイが結構前やけんね、何もかもが初見状態になった感じがある。え、何か増えたか、おい、何か増えたか、え、何か増えたかい、え、ちょっと待って、何も増えた、増えた感じないけど、あ、これか、これだわ、ただっけってことね、オッケー、ハンマー、ハンマー、あやーく、ゲームレーク、いやー、オッケー、あ、セーブしとこう。なんだこれ、え、誰、誰だー、誰だー、まさか君生きていたなんてって、お前誰やねん私のことは誰な、なんてことだ、記憶もないのか、僕は夏川やばかいと、何やって、ゆずかだったっけ、いや、秋のゆずか、まさか生きていてくれたなんて嬉しいよ、知らんわ、私は生きているも何も、初めてここに来たんだけど、いやいやいや、無理はよくない、無理はよくない立ち話もなんだから座って話さないか、そうね、お言葉に甘えて失礼させてもらおうかな、何があったんや、まあ何か記憶をなくしているみたいだから順を追って僕が説明していくよ、うん、うん、お願い、まず君と出会ったのはこの教会だ、僕と一緒にここに連れてこられた、それからというもの僕たちはこの教会を探索していたんだ、初めの頃は何もなかったさ、でも探索していくうちに妙な気配を感じたんだ、今はおろついていると思うあの死人たちだ、僕たちは二人で調べるうちにボルドの大司教のことを知った、無論脱出するためにそいつを持つ鍵が必要になるわけなんだ、あれがないと教会の外に出れない、でもなぜか気づいた時にはもう君はいなかったんだ、ちょっと待って、私は女子高生でいきなり後ろから殴られてここに連れてこられたばっかりだよ、いやそれはありえない、もしそれが本当だとして君は一体何者なんだ、知らんわ、
私は普通の女子高生。それ以上でもそれ以下でもないよ。何がどうなっているんだ。君は本当にあのゆずかなのか。私は確かにゆずかだけど、夏川くんと話したのは初めてだよ。そういや、ゆずかはナイフの扱いはうまかったが、君はどうなんだ。よくわからないけど普通に使えてるよ。どうなっているんだ。君をまだゆずかと呼んでいいか。うん、いいよ。じゃあ私はカイトくんって呼ぶよ。そうだ、これから一緒に行動しない。私もその方がいいと思う。カイトくんよろしくね。とりあえず個室読んでいこう。理由はついてから説明する。なんで個室用に行かされないかのや。そういう個室転々とする行為はちょっとだるいんだ。メール来た。個室読んでど、個室読んでどこだったっけな。個室読んでどこやったっけ。すっかり忘れたんやけど、やーべえ。ああそうだ、耳から出るといいよ。その通路を使うと書庫に出られるようになってる。あ、そうなの。これがベッドやけ回復ですね。寝ながらもナイフ振っている。狂気の雑じゃありませんぜ。だがないかな。もうなんもないっすん。おお、こんなとこ貼ったんや。すげー。え、なになに、ゆずか大丈夫。うん、大丈夫だよ。ちょっと頭が痛くなっただけ。やばいぞ。無理しないでゆっくり休んでいこう。感染したのか。感染とかあるんか知らんけどね。って結構通路長かった。こんなところ出てきよった。わーい。イエース。あ、回り込まれた。回り込まれたよ。よっしゃー。ここか。個室4がどこにあるのか。大冒険波乱の連続です。大丈夫です。よっしゃー、いい日だった。残念、違う、これじゃない、こっち側だ。よし、あ、ノックボックで押し出される。よいしょー、よいしょー。よし、今日の部屋、あれ、まあいいや、多分こっちだと思うね。覚えてない。4ってほんとどこだったっけ。反対側って言いたいのか。よいしょよいしょ。あー、 HP がやばい、 HP がやばいぞ。 HP が早い早い、そろそろやばいぞ。ミスれない、ミスれない。あっあった、あっ、ここは、よっしゃ、4きた。あー、8にせんちゃうけど、まあいいや。何があるんだいここで。あ、回復するとこあったね。よかったよかった。やっとたどり着くことができたね。うん、じゃあここに来た理由を言うね。前のゆずかと一緒にここを探索したとき、実は地下に秘密の部屋らしきものを見つけたんだ。あの時は出るのに必死だったから、あんまり調べられなかったけど、何か見つかるかもしれないね。う、いた。大丈夫？さっきから頭痛そうにしてるけど、ここで休んでいく？それともお前、感染しているのか？なんとかウイルスに。うん、大丈夫。私、前にここが来たことがあるかもしれない。僕と一緒に来たんだよ。多分その時だよ。はっきりとはわからないけど、頭痛がするために記憶が徐々に。徐々！もしかしたら、僕と会ったことで何か思い出そうとしているのかもしれないね。でも本当に行く？うん、この頭の痛さ急になり始めたから気になるよ。一番左下のカーペットのところにあるから、そこから降りていくよ。回復させてくれますよね。やった、問題なし。よっしゃ、行きますね。レム、よいしょ。チャラいろチャラいろ。うん、ねえ、本当に大丈夫？ゆずか。ボスの前に倒れないことだけは祈っとくぜ。うん、ちょっとずつだけど、頭痛が、いや、頭が痛く、頭痛が痛くっていう定番の間違い方だよ。休んだ方がいいよ。ねえ、休んでおこうよ。大丈夫。なぜか早くこの先に行かなくてはいけない気がしてる。
そっか、でもしんどい時はいつでも言ってね。うん、ありがとう、カイト君。ニュータイプの勘でもあるんか。あれ？なんか違うぞ。違うルートで降りた時となんか違うぞ。本当に大丈夫？うん、そこに誰かがいる。え？よく戻ってきたね。誰だー？え、誰？え、ゆずかが二人。う、あなたが私をここに呼んだのね。やっと来てくれた。待ってたよ。何の話なの？シルク、ここがやるなら、そこの手前の部屋から順番に一番左の部屋まで来て。手前の部屋から順番に一番左の部屋まで来てやって。私は一番左の部屋で待ってるから、二つの部屋入り終わったら来て、待ってるから。なんだあいつ、どうする、入ってみる。うん、ここまで来たら死にたいしね。じゃあ行こっか。それより私に双子がいたなんて初耳なんですけど、ですけど、バイバイ。嘘やかな。足がしびれてきた。やばいな。足がしびれてきたぞ。まあいや、今回は最終回 かと思ったんですけど、まあ、最終回じゃなかったんですね。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ。足がしびれてきた。足しびれてきた。ああ。